本日は貴重な価値のある4人目の日本語のスピーカーになります。よろしくお願いします。私は何者かと言いますと、環境未来都市構想グリーンフロートのプロジェクトリーダーの竹内です。清水建設という企業に所属して、都市と建築の計画と技術に携わっています。今日は未来都市構想を話す前に、地震に関連して今建築で何ができるか、それを最初に話します。まず地震です。今回は震源地からすごく離れた首都圏でも天井が落ちたり家具が倒れたり大きな被害がありました。建物をいくら丈夫に作っても命の保証がないということが残念なことでした。鎌倉大仏です。実はこの大仏さんから地震対策の歴史が始まってます。約90年前の関東大震災でこの大仏さんも被害を受けてます。その後数十年経って大改修をするときに免震構造という新しい技術を初めて取り入れました。名前は難しいんですが技術は簡単です。大仏さんと下の台座の間にステンレスの板を1枚引いたと、これだけです。地震が来ると大仏さんがずるっと動きますので、ご本体は安全だと、こういうことです。最近の免震技術は、もう少し進歩しまして、柳のように地面の動きを、受け流すと、こういう技術です。実際に建物でどこが柳かといいますと、建物の下にこういうゴムが入ってます。免震ゴムといいます。これが柳のようにしなります。非常に大きな地震では最大50センチぐらいしなります。今回の地震では多分東京で5センチから10センチぐらいしなってます。これのおかげで上の建物はゆっくりと揺れると、こういう感じです。この写真を見ると分かりますが、左の建物は普通の建物です。地面が揺れると建物も揺れます。天井や家具は落ちます。右の建物が免震建物です。下のゴムがしなるために、上の建物は大きな船に乗ったようにゆっくりと揺れます。天井は落ちず家具は倒れないということです。建築費の約 3% ぐらいの投資で、本当の安全が確保できるという技術です。現在日本では2500棟ぐらいの免震建物があります。ではもともと建っている建物はどうしてくれんだということになりますね。この写真は皆さんよくご存知の歴史的建造物の一部です。ところが建った後しばらくして建物をジャッキアップしてます。建物の下にゴムが入ってます。ですから地震に安全です。最近は横揺れだけでなく縦揺れにも効くという新しい免震装置ができています。免震装置もいよいよ 3D 化の時代と、こういうことです。次に環境です。地震の後にこれだけエネルギーが逼迫するということを皆さん想像していたでしょうか。今ヤフーのトップページでは天気予報ではなくて電気予報が出ているということは皆さんよくご存知の通りです。皆さんは昼間電気を節約するために晴れている時には照明を消して暗い中で質問を行っていると思います。こういうブラインドをご存知でしょうか。年間の太陽の高度をあらかじめプログラムしておいて、その日その時に一番光が反射して室内に入るように自動的に羽をコントロールするというブラインドです。このブラインドをつけると皆様方の電気を消しているオフィスももう少し明るくなると思います。空調もちょっと工夫をします。今の空調は冷たい空気をダクトで運び天井から吹いてます。部屋の空気全体を一生懸命冷やしてます。ところがトンネルに入った時にヒヤッと感じますね。どこからも冷たい風は吹いてません。壁や天井の材料が冷たいので人間の熱を奪ってひんやりと感じるということです。
この原理を生かしたものが腹斜空調です。天井の面を、金属の天井ですが、冷たくすることによって、ひんやりと感じる快適な環境を作ります。冷たい風が体に当たって不快な方もいらっしゃいますよね。これはそういうことはありません。快適で大変省エネの空調です。オフィスはですね、人がいる席、いない席、いろいろあります。暑いのが好きな人、寒いのが好きな人、人それぞれです。最近はそういうことをセンサーで感知して最適な空調、無駄のない照明で、最も、省エネのオフィスにしています。これが最新の、オフィスの状況です。私どもは来年の春に新本社ビルを竣工させます。今まで説明した先端の技術はこのビルに入ってます。エネルギーや CO2 が約 50% 削減と、横文字で言うとカーボンハーフビルというふうに言ってます。その後は何を目指すかと言いますと、カーボンハーフの後は自然エネルギーを大量に使ってゼロエネルギービルディング、ビルディングがちょっと右が消えてますけれども、ゼロエネルギービルディング、ゼブです。さらにその後は、この後紹介するグリーンフロートですが、周りの CO2 も吸ってしまうという、カーボンマイナスを目指しているということです。それではですね、ちょっと待ってくださいね。ここですね。今までが、今建築でできる、今すぐできる技術です。では私の話を聞いて、都市がこれから環境と安全ですごくバラ色になっていると思いますか？確信できますでしょうか？答えは私はノーだと思います。残念ながら今のままではダメなんです。それはですね、個々の建物がバラバラに一生懸命頑張っても大きなパラダイムシフトはできないんですね。これからは都市という単位でコンセプトを明快に持ち、都市という単位で環境や安全に大きくパラダイムシフトしていかないと新しい時代に対応できません。私どもは環境未来都市グリーンフロートというものを3年前から提案しています。地球の表面の3割でしかない陸地に密集して住むことによっていろいろな環境破壊が起きています。地球の表面の7割の海に注目したプロジェクトです。また日本は環境技術大国です。また海に囲まれた海洋大国でもあります。環境のグリーンと海洋のフロートと、この2つの先端技術を組み入れた新しい環境都市構想です。2025年着工を目指して技術イノベーション中です。ビデオをご覧ください。 Green Float is a new conceptual model for... グリーンフロートは赤道直下の浴場に人工島を建設し、カーボンマイナス、自給自足、廃棄物ゼロを目指す新環境都市のモデル構想です。温度が一定です。暑いですけど温度は一定ですね。それから台風も来ないということで安定した気候です。そこにこの1000メーターのタワーを作ると、1000メーターですと上が涼しくなりますので、ちょうど1年中26度の空中都市が実現できると、こういうことなんですね。グリーンフロートは歩いて行ける半径1キロの規模のオバンセルを一つの町として定義し、セルを集めた1モジュールを都市、モジュールを集めた1ユニットを国家という形で、人口の増加に伴って睡蓮のように張って成長していくことが可能になっています。100メートルから1000メーターのこの部分が空中都市です。このうちの外周部に住宅とか病院があります。で、中心部分にオフィスだとか商業施設だとか、そういうものがあります。でここで住んでいる方に対して、自給自足のための、これが植物工場で、ここで野菜を作ります。
それから下のこういうところで穀物を作って、さらにこういう浅瀬でお魚だとか藻だとか、まあ、そういうようなものを育成すると。ここで出る CO2 や排水がここの植物工場に来ると栄養になるわけですね。 CO2 も排水も生ごみも、でさらに浄化してここの畑で栄養になって、でここの浅瀬のところの海洋牧場でさらに栄養になると。でここからは魚で帰ってくると、これは穀物で帰ってくると、これは野菜で帰ってくるというふうな自然な循環をする都市を考えています。グリーンフロートは海中への光の確保という海洋環境への配慮から、固定式とせず緩やかな潮流に浮遊する方式を採用し、洋上をゆっくりと回遊します。建設は海水の浮力を利用する海上スマート工法で行います。これにより安全で効率的な施工が可能となります。新しい都市や建築を作るっていう技術ですね、浮かべるとか空中都市を作るとか、まあ、そういうところが一つです。でもう一つは新しい地球環境を作ると、これは宇宙太陽光発電ですとか廃棄物の循環ですとか、そういう分野があります。それからもっとソフトに新しい経済システムですとか CO2 排出権取引でこれのお金を出さなきゃいけないんで、そういう経済システム、それからどっかの国のものになっちゃうと不公平になりますので国際協調のシステム、こういう建築と環境と社会システムと、この3つが大きなテーマです。都市の単位でパラダイムシフトをするグリーンフロートの紹介でした。ありがとうございます。